こんばんは、プリティです。これからニュースを勉強していきたいなと思います。これね、愛知県刈谷市の小学校で児童の出欠を QR コードで管理するシステムの実証実験が行われてんだって。産業用機械メーカーデンソーウェーブが、デンソーがやってんの。そして教育現場の ICT 化の取り組みで、刈谷市の小垣江東小学校で先週から、まあ、これ導入っていうかするかどうかのテストが行われてるってこと。先生はなんか下駄箱に靴があるかないかっていうのを今までチェックしてたけども、今度はこの QR でピッてすれば、来てるかどうかっていうのをチェックすると、これ面白い試みね。でもね、これだけは絶対起こると思うことはね、学校の先生たちは覚悟していってください。何度もピッピやる子いると思います。一回でいいからね。はーいって言うけど、ピッピッピッってね、何回もやる子が現れると思います。ちょっと先生イラっとくるかもしれないですけども、もうしょうがないよ。だって面白いんだもん。そこら辺は先生もね、覚悟しててください。ピッ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 ってね。一人がやりだしたらみんなやりだしちゃうから。今中国がね、アメリカの農地を買いまくってて、それは危険なんじゃないかっていう声がね、巻き起こってんのよ。で、反対の声がね、どんどん各方面でね、巻き起こってるらしいんだけど、中国の食品メーカー、これ、福富集団っていうのかな、かなりのね、農地を買いまくってて、検索してヒットすれば出てくるもんだと思うんだけど、全然ね、ノーヒットノーランなのよ。で、このね、福富集団は2021年11月、グランドフォークスのトウモロコシ生育工場用に370エーカーの土地を購入したんだって。東京ドームでいうとね、32個分。いや、まあ、すごい広大なね、敷地なんだけど。で、グランドフォークス市議会はね、2023年1月までに同工場の建設許可を拒否したのよ。で、主なね、グランドフォークス空軍基地から19マイルしか離れてなかったんだって。で、空軍からも国家安全保障に対する脅威だと正式にね、発表してるんだよ。これでこのね、グランドフォークス計画は消滅したんだって。でも中国や他の共産主義国による土地所有阻止をしようという声が、もう周りでどんどん広がりだしちゃって、もう全米中声がすごいことになってる。ノースダコタ州議会は、議会で市や軍政府が外国の敵対者と土地取引を結ぶことを禁止する法案をね、可決したのよ。サウスダコタ州のね、クリスティ・ノエミ知事はね、中国の TikTok のアプリを国有端末から禁止する最初、それはなんていうの、声を大きく上げて、一番最初に名乗りを上げた最初の知事の一人なんだって。でも、農地買う法案、上院でね、否決されたのに通過しなかったの。だから民主党が上院をげじってでしょ。やっぱりかなと思ったんだけど、アリゾナ州も、共和党の議員さん頑張ったらね、外国企業による、州内の土地所有禁止する法案の可決、これ失敗しちゃったのよ。実はこれ、会員でね、通してもらえなかったのよ。だから共和党の中でもかなり、中国の土地潤いよって言ってる人多いってことよね、これ。モンタナ州のグレッグ・ジャンフォルテ知事は、法案にね、署名したんだって。その時に敵対する国、中国、北朝鮮、ロシア、イラン、キューバ、ベネズエラを、名指しして、この国には売っちゃダメだっていうふうにね、発表してんのよ。で、フロリダ州ではね、5月、中国共産党とその工作員、はっきり、フロリダはね、もう明言してるんだけど、農地や軍事基地近くの土地の売却を禁止するんだって。で、いかなる政府機関も中国共産党、または懸念される国や団体と故意に契約を結ぶことを阻止するって。で、違反した場合、民事訴訟を起こすことができ、民事訴訟を起こした場合の民事罰金は、事業体が提出した入札または提案の金額の2倍払わなきゃいけないんだって。フロリダぶっこんでんね。イケイケじゃない。で、テキサス州はね、法案通らなかったのよ。会員で。だからかなり共和党と反対してる人いんのよ。で、カリフォルニアでは、民主党の議員がね、これ、土地買わせるのはあかんってね、法案を提出したんだけど、審議されることもなく廃案となっちゃったんだって。で、他の45人の議員も、中華人民共和国の農地禁止法に署名したんだけども、審議されることなく、とりあえず保留という。これね、見てると、かなり共和党の議員も反対してるという。これさ、反対した議員知りたいんだけど。で、どうする？会員の半数以上っていうかもう法案取ってないから、半数以上に達する可能性が高いってことでしょ。この世は真っ暗なのよ。もう真っ暗な、真っ暗からしきなのよ。このセリフ久しぶりにおばちゃん言いたくてさ。いや、怖いなぁ。反対した人いっぱいいそうだ、怖いわ。で、民主党でかなりぶっ込んでる議員さんもいるんだけど、共和党が反対してんだよね。ララ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 。それで反対してる人は、どうしてそんなに反対するのかしら。だって軍事基地とかの近くになんか土地買われちゃったらさ、ね、どうしてそれがさ、ね、反対するのかって、ね、よくわからないマネーとお姉ちゃんね。うん、おばちゃんね、ちょっとよくわからないけど、よくわからないマネーとお姉ちゃんだと思う。いや、ほんとね、もうしょうもないんだけど、熱中症ね、熱中症って言った先生とかがいるんだって。まあ、こういうセクハラの行為、135件、神奈川県、教員、神奈川県、ごめんなさいね、神奈川県と聞いちゃうと、神奈川県警もって思っちゃうからさ、神奈川県警もしょうもないな。それでね、神奈川県教育委員会は24日、2022年度までに、県立学校の生徒と、教職員を対象に行った、そういう、面倒調査を公表したのよ。で、その先生や、あと生徒が受けた、その被害が135件。で、結構ね、先生の方が多かったのよ、今回。自分自身が被害っていう人は72件。で、生徒さんが63件。で、生徒さんの場合は学校外で、携帯で電話あったりとか、会うようにとか、あと、なんか写真送れとか、なんかそういう被害って、先生は先生で、ちょっとそういうなんか迫られたり、あと、なんかちょっと危なかったこととか、そういうのがあるんだって。いや、ほんとしょうもないんだけど。社会出てるみんなだったらわかるじゃん。あんなのしちゃあかんじゃん。てか、そういうことしようとも思わないじゃん。これが実際やる先生多いのね。こういうことをしちゃう先生ってさ、そういう欲求が、心の中にずっと残ってるわけでしょ。いつそれがまたさ、火を吹くかかかんないじゃん。だからこういうことしちゃった先生ってさ、脳に電極ぶっ刺してさ、電気ビリビリしてみたらどう？ある程度なんか脳の一部をさ、ね、消去しないとダメなのかもしれない。記憶とかそういう欲望とかを。これ一回なんかね、電極ぶっ刺して、ビリ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 さ、30分ぐらいかなやってみたらどうかしら。それが東京ガスの資料館にさ、火炎放射器あんのよ。なんか心が踊ったでしょ。で、そういう悪いことをする先生いたらさ、東京ガスの資料館とか連れてくっていうのがさ、すごいのよ、私やったことある。こんなに炎がブワーってなるのっていうね。でさ、キッズたちがさ、そのコーナー好きなのよ。みんな来ちゃうのよ。そういった瞬間さ、パパさんも、どんなのかなって言ってなんかやるじゃん。おーってなんかもう興奮しちゃうのよ。もうすごいの。一回もうみんなにもやってもらいたいんだけど、ブワーって燃えんのよ。距離もすごくてね。東京ガスなんのよ。有明の。あれすごくテンション上がりますね。もしね、ちょっと被害があった方とかは。ね、それ持ってるね、いいんじゃないのかなと思います。全身行くと、ちょっと甘いのもね、やりすぎだと思うから、こんがりジャンボフランクぐらい焼くっていうのはどうかしら。ファミマとかで売ってる、ね、チルドなの、ジャンボフランクぐらいまでだったら多分、許してもらえるかなと思います。私をものにしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市議クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4に「ね」という書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。